大相撲が終わると今度は牛乳パックで紙相撲の本場所が始まります。平成29年7月8月場所初日であります。実況は私、日本で唯一の紙相撲実況者山田大輔、そして解説行司叩き役は日本一土俵を叩くタレント海坊主でお送りします。最近はなんか定着してきたのが、あの大相撲が終わると紙相撲の出番みたいに時期的になってまいりました。最近の流れ的にそんな感じですね。なんか2場所連続でそんな感じになってまいりました。なんかやっぱりそのこのね、ギリバックで紙相撲の前にはそのどこどこの力士がこういう記録作ったとかっていうのを ね僕も見た後にやってるなと思うんですけど、うん、また発行ね、1047勝を超えて、ここまでいくんでしょうね。何勝までいくんだろうね。復活しましたね。うちの湘南乃風もだからそういう感じで復活して、うん、まあ、どこまでね、まあ、勝ちを積んでいくのかっていう。1年以上優勝がありませんけど、はい、でもね、湘南乃風の勝利数とかっていうデータ何本ぐらいですかね。蛇山さん確かね、でもね、取ってくれてるんですよ、はい、ちょっと来週の3日目あたりにはちょっと出してみようか。助けて、日比山さん多分もうね、うん、出来上がってるとは思うんですけど、うん、ね、本当に今までやってくださってたの田中さんから引き継いでくれて、そういった記録関係もね、うん、引き継いでくれてるんで、とすぐ分かるかと思いますので、来週の放送で配信でお伝えしたいと思います。さあ、全国の力士が集う牛乳パックで紙相撲初日の中継をお送りしてまいります。今日も北海道札幌市北区しどろにあります木田商店ハッピールームからの中継でございます。今日の北海道札幌はこの時間日が差してまいりました。そうですね、夏っぽくなってますね。気温も上がってまいりまして、はい、いいですね、なんかね、そうですね、夏らしい。どちらかというと一時的にはすごい暑い日もありましたけど、そうですね、北海道じゃないようなね、はい、暑さの時もありましたけれども、だいぶなんか本来の北海道の、そうですね、暑さになってきたのかなという感じで、はい、30度までは届かないという日も多くなってまいりました。さあ、初日の中継です。幕下から始まります。北海道初牛乳パックで紙相撲、平成29年7月8月場所、これより初日幕下トーナメントの取り組みであります。世界最強のスポーツマンフロムハッサムにフラノルルルル、東方世界最強のスポーツマンフロムハッサム、札幌出身ハッサムベア、西方フラノルルルル、フラノ市出身フラノベア、これより幕下トーナメントの取り組みであります。幕下のトーナメントの取り組みをお送りするところなんですけど、はい、私大変なことを今一個思い出しました、はい、ちょっとあれだね、重量の前にちょっと時間ください一個思い出しました、はい、忘れ物がありましてデータの忘れ物がありまして、ね、ちょっと後で時間ください。さて、幕下トーナメントの土俵です。土俵がリニューアルして2場所目、世界最強のスポーツマンフロムハッサムは先場所幕の内から一気にこの幕下まで降格となってしまっています。相手がフラノルールルル、先週のトーナメントを勝ち上がってのさあ幕下ということになります。重量を目指してということでありますけれど、
松竹さんがね、館内の方で、はい、大坊新聞特別付録プリキュアに悲劇か、松竹さんとの交信、何の理由で恋愛をしたのかっていうコメントも来ております。大坊新聞とうとうあれですね、海坊主から離れてくれたんですね。そういうことになるんですかね。ありがたいですね。大坊新聞っていうのはね、あのキラキラってあの番組あったんですけど、はい、4月までね、その中でたまに出てくるキャラでありました。投票所左、世界最強のスポーツマンフロマーさん、右はフラのルールルル、制限時間いっぱいです。よしみやって今日はぶつかりました。静かな立ち合いです。押し合いになりました。さあ十両へ向けて、勝てば十両です。寄っていくのはフラのルールルル、寄っていく、寄る、寄り切りました。フラのルールルルの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってフラのルールルルの勝ち。これで新十両ということになります。冷静に押していきましたね、相手を見ながら。一方敗れたスポーツマン、はい、幕下からも陥落です。まあもうすでに世界最強ではないですね。まだでも若いですから、はい、25歳ね、もう一度トーナメントで勝ち上がってきてほしいですね。そうですね。この下のトーナメント、また9月の上旬に行われます本場所進出者決定トーナメント、こちらに出場となります。フラのルールル勝って、十両昇進、来場所の十両昇進をこれで決定的にしています。郡山奈々ちゃんに三好の東方、郡山奈々ちゃん福島県出身福島部屋、西方三好の札幌市出身札幌部屋。幕下トーナメント最後の取り組みであります。幕下今日はもう一番組まれています。先場所十両から降格の郡山奈々ちゃんと、こちらも上がってきました三好のです。引退を回避して確か上がってきました。左郡山奈々ちゃん、右は三好のです。これも勝てば十両昇進となります。制限時間いっぱい、よしみやって今日は疲れました。押すのは三好の、距離を取った、離れた、土俵際浴びせた奈々ちゃんだが、押し込んだのは三好のです。ただ今の決まり手は押し出し、押し出して三好のの勝ち。三好のも新十両となります。奈々ちゃんも惜しかったですね。相手が三好のでなければいい浴びせだったんですけどね。三好のも見事に本場所という、十両ということになります。来場所です。郡山奈々ちゃん敗れて、福島県勢残念ながら来場所は幕下からさらに下位ということになってしまいます。幕下トーナメントの取り組みでありました。牛乳パックで紙相撲実況中継、十両まではやっちゃいますね。その後ちょっと時間ください。松竹さんからは紙相撲天気予報とか言ってほしいな。まあ面白そうですね。紙相撲天気予報どういう風にやればいいんだろうね。もう全然当たんない天気予報。それかあれかな、錦山さんをちょっと中継で出して、ハッピールームの外の方から中継でそうですね、やってもらうかとかね。あとはあれだね、そらジロー的なキャラ欲しいね。そうですね。牛乳パックで紙相撲平成29年7月8月場所、これより初日十両の取り組みであります。イルカ池カンガルーにヨット丸、東方イルカ池カンガルー、東十両7枚目愛知県出身愛知米屋、西方ヨット丸、西十両7枚目神奈川県出身神奈川米屋。これより十両の取り組みであります。十両の相撲です。十両は9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。幕内の経験がある両者の対戦です。幕下が全員20代の力士、そして十両がベテランと若手が入り混じるという今場所の番付になっています。その中で中堅の位置になるでしょう。イルカ池カンガルー29歳とヨット丸はベテラン34歳です。
月押しの両者制限時間いっぱい。よしみやって今日は脳内ぶつかりました。脳内はず押しのような体勢ヨット丸ですが、カンガルー側ですが下がりました。最後はヨット丸の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してヨット丸の勝ち。押し返すかなというところもあったんですが、そうですね、まあ、お互いいい押しではあったんですけれどもね、ヨット丸勝ちましたね。ベテランヨット丸勝って白星スタート。敗れてイルカイケカンガルーが黒星のスタートです。宮の沢香里騎士に陸名古屋東方。宮の沢香里騎士、東十両5枚目、札幌出身ハッサムベーヤ。西方陸名古屋、西十両5枚目、愛知県出身愛知ベーヤ。宮の沢香里騎士と陸名古屋は新十両です。愛知県出身、時間をかけて十両まで上がってきました。名古屋の交流会で作ってくれた力士ですね。そうですね、28歳、陸名古屋が初めてのこの十両の土俵です。相手は、宮の沢香里騎士、こちらは実力者です。制限時間いっぱい。よしみやって今日脳内ぶつかりました。突っ張り合いになりました。両者下がって浴びせた陸名古屋だが、宮の沢香里騎士に軍配です。物言いも出ません。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して宮の沢香里騎士の勝ち。右足が出ているようです。もうちょっと土俵の真ん中で浴びせてれば、これはまた変わっ違った結果になったかもしれない。惜しかったですね。足をちょっと滑らしたような格好になりましたね。そうですね、大相撲でも今場所多かったですけど、はい、あの名古屋場所でも ねやっぱり名古屋でしたけどね。力士がね、あの土俵で足滑らして転んじゃうみたいなで負けるっていうことも多かったですけど、これが反映されてですね、そうですね。ぜひね、あの名古屋場所応援した皆さん、はい、あの名古屋の力士いますんで、ユニバックで上相撲陸名古屋もよろしくお願いいたします。黒星スタートと残念ながらなってしまいました。勝ったのは宮の沢香里騎士、1勝0敗です。厚別茶色の塔に金木札幌山。東方厚別茶色の塔、東十両3枚目、札幌出身下戸ピックベア。西方金木札幌山、西十両3枚目、札幌出身ハッサムベア。金木札幌山、幕内の経験もあるんですけれども、今場所は十両です。牛乳パックで上相撲はこの地域をね、まあ、知るという機会も多いわけですけど、まあ、札幌とここでいうと厚別という札幌の中のこの地名も出てきます。で、海坊さん、はい、このもう一つ、まあ、知るということができる部分が上相撲にありますね。そうですね、この金木札幌山がですね、はい、まあ、やっぱりこれあの作ってくれたのは女の子なんですけど、まあ、女性というかね、うん、を作ってくれたんですけど、これはあの金木さんという方がどなたかというと、ね、まあ、東京グールという漫画のね、うん、まあ、あの登場人物なんですけれども、はい、まあ、やっぱりその、ね、あのある程度、ね、年齢を重ねていくと、やっぱりその漫画を見なくなったりとか、若い子のね流行りっていうのがなかなか分かんなくなってくるっていうところもあると思うんですよ、ね、うん、でこう老若男女問わずみんな参加してるので、うん、まあ、いろんな年代の流行りですとか、うん、まあ、こういった作品があるよとかっていう地域だけじゃなくて、うん、まあ、今回のこれで言うと漫画だったりとか、はい、ね、あのそういったものも触れる機会があるんじゃないかなと、うん、この金木札幌山がねいい質問したら、あれ金木ってどんな人なんだ、人なんだろうみたいなね。まあ、こういう人なんだろうね。こういう人なんですけど、ね、顔的にはこういう人だよね。ちょっと気になるなみたいな、うん、あ、じゃあこの東京グル読んでみようかなみたいな ね、うん、あれ映画だったっけ今度、ね、あの今度その実写映画だよね、うん、あるっていうのでね、ありますんで、そういう意味ではね頑張ってほしいよね、金木札幌山もね。最近知り合ったね若い子で、そのちょうど東京グルが好きだっていう子がいて、うんうん、やっぱ若い子に人気なんだなっていうのを ね、うん、あの再認識しましたね。そういうのにもきっかけになるかな、地域だけじゃなくてねって思います ね。そうですね、それきっかけで、まあ、この上相撲きっかけで東京グールの映画を見に行くとかね。そうですね、逆があれば一番いいんですけど。東京グールからの
将来逆も出てこればいいなって思ってますけど。金木で検索したね。今あの実際逆パターンの意味ではね、うん、あの相撲からね、うん、あのまあ紙相撲から相撲っていうのはね、うん、あのあったりもしたけど、相撲から紙相撲っていうのもね、うん、ちょっとまた逆パターンもねあったりなかったりなので。ね、ちょっとずつなんか動きが出てきたんで ね、はい、まあ、そういう意味ではまた違う業界の方にも流れるのもいいんじゃないでしょうか。左は厚月茶色の塔、こちらは十両2場所目です。制限時間いっぱい、よしみやって今日のこだぶつかりました。突っ張り合いになるか、足をかけていった、前に出るのは茶色の塔、引き落とし、厚月茶色の塔の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として厚月茶色の塔の勝ち。ね、あなたのバンドのうちのバンドシモトピックのギターボーカルのタカが作ったやつなんですけど、ね、こういうなんちゅうだろう、良くも悪くも空気読まないところもあったりするんですよ。空気読まないからね、紹介せざるを得なくなるんですね。そう、触れろと、俺にも触れろ。今ね、あの金木札幌山を今日紹介したからちょっと控えようかなって思ったんだけど、俺にも触れろ、勝っちゃうもんだからこれ紹介せざるを得ないというね。シモトピックのフリートピー毎週土曜夜24時半からショールームで配信しております。よかったら見てください。紹介するのなんですよ。黒星スタート、金木札幌山敗れて黒星スタートですが、いい浴びせではありました。江ノ電丸に小物の赤いクマンバチ、東方江ノ電丸、東十両筆頭、神奈川県出身神奈川部屋、西方小物の赤いクマンバチ、西十両筆頭、豊浦町出身マスクド海海部屋、十両最後の一番であります。地名という意味では小ボロという地名も出てきますね。小ボロの赤いクマンバチ、今となっては全国でも有名になりました。日本一の秘境駅と言われている小ボロ駅から付けられています。電車対決とも言えるかもしれませんね。そうですね。赤いクマンバチの赤ね、うん、レッドベアですから。そうですね。レッドベアという貨物列車なんですよ ね、 すね、ただ見えませんね、今このレッドベアが出てきたんですレッドベアという名前なんですよね。あの各地域の、ね、JR さんの方では、ね、あの貨物列車名前を付けてるみたいでね、北海道の場合はレッドベアという名前です。江ノ電丸は、先場所実は休場すべきだったところをそのまま出場とあの手違いでしてしまいました。結果もう休場ができないということで休場のカウントが1回されています。ですのでね、あの5連敗すると引退というルールがついてしまう江ノ電丸です。押し合いになるか、十両最後の一番、制限時間いっぱい、よしみやって今日のこだいぶつかりました。より倒しはクマンバチです。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで小ボロの赤いクマンバチの勝ち。決まり手は足技です。まあ、うまいこと攻めていきましたね。江ノ電丸前出たかったですね。江ノ電丸は、まあ、その休場をせざるを、まあ、得なかったはずなんですけれども、休場しなかったという関係でこれ日比山さん側の方の、番付編成の、ね、配慮も入りまして、十両のヒットをとどまったという今場所の番付です。小ボロの赤いクマンバチ勝って白星スタートとなっています。江ノ電丸は黒星のスタートです。牛乳パックで上相撲実況中継、平成29年7月8月場所の初日の中継をお送りしております。夏仕様になりました、この土俵周りです。ちょっとお時間いただいていいですか。その間基本ルール紹介をしておきますね。館内の声もありましたね、確か、はい、松竹さんからヨット丸の談話ですね、はいはい、うまく攻めました、待ち合いちょっとバランスが崩れましたが、待ち合い待ち合いって言うんですね待ち合い待ち合い待ち合い室みたいな小ボロだけに、そうですね、小ボロだけにうまく攻めた松合室松合長、待ち合いちょっとバランスが崩れましたが、なんとか勝てることができました。立ち合わないですね、待ち合わないですね、どっちも待つ先に動いた方が負けたみたいな感じですね。ねえ、ウオさんもずっと吐き合い吐き合いって全く動かないずっと待って、いやですね、そんな我慢大会嫌ですね。ねえ、
あの12分を超える大相撲だったこともありますよね。その時も確かに動け動けって言ってましたね。まあ動かないですからね。あれが待ち合いみたいなもんなんですかね、やっぱり。になるんですかね。全国各地の力士に集う牛乳パックで紙相撲。今の巡業という制度と、そしてもう一つが公認交流会という制度も誕生しています。詳しくは牛乳パックで紙相撲の公式サイトをご覧ください。牛乳パックで紙相撲で検索してみてください。皆さんも、まあ、団体単位で参加できるよという制度ができております。よかったらご覧ください。詳しくは公式サイトをご覧ください。あと、応援制度はこちら、牛乳パックで紙相撲サポーターズがスタートしています。まあ、ワールドカップ開催に向けて、ね、あの皆さんの応援が必要です。定期的にいろんなところへ、まあ、近々ではあの東海エリアに行くということになっておりますけれどもね、今年中にはね、そういったところに行くにはどうしてもね、お金がかかってしまいますので、皆様のご支援を引き続きお願いをしたいと思っています。そういった意味でこのサポーターズを新たに立ち上げています。これも詳しくはこの牛乳パックで紙相撲サポーターズで検索をしてみてください。こちらは結構もうすでにご支援いただいています。ご支援というか買ってくれてるというか、つながるリリースされまして、各配信サイトで、ありがとうございます。そこ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 売り上げをありがとうございます、ね、なんか数字で出てました。ありがとうございます。もっともっとお願いします。もっとお願いします。もっといろんなところで配信されていますので、ぜひお願いします。こちらもあの、ね、全国交流会の運営費載せさせていただきますので、こちらもどうかよろしくお願いいたします。さあ、幕の内の相撲始まります。牛乳パックで紙相撲、平成29年7月8月場所、これより初日幕の内の取り組みであります。白鳥大橋に篠羅の星、東方白鳥大橋、東前頭15枚目、室蘭市出身室蘭部屋、西方篠羅の星、西前頭14枚目、札幌市出身篠羅部屋。これより幕の内の取り組みであります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。幕の内です。後ほど番付の紹介をいたします。中入りの時間で予定しています。今場所は新入幕がいません。先場所もいなかったっけ。まあそういえば、まあ、そうです。幕内はいなかった。先場所もいなかったか。そういえばね、コレクションが全然なんか、ね、ちょっと最近新入幕が一場所連続でいないという寂しい状況になっています。まあその分こういったベテランは頑張っているということになります。白鳥大橋と篠羅の星はどちらも32歳です。1月5月9月で各力士年齢が上がりますので、今場所は年齢変わっていません。さあ、くるっと回るか。先場所はスゴ技集の中で1位に選ばれた白鳥大橋の橋の送り出し。やっぱちょっとなんか夢がありますよね、白鳥大橋 ね橋が車を送り出したという相撲でしたが。さあ、その白鳥大橋と篠羅の星は花を使ってとなりますが、幕内最初の一番、制限時間いっぱい、よしやっていけ、長大ぶつかりました。離れた、離れた、はたき込みか、引き落としです。白鳥橋に軍配です。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として白鳥橋の勝ち。白の星の右鼻ですね、奥の方。そうですね、画面奥の方ですけど、まあ今のままいけば白鳥橋ちょっと危なかったですからね。の表現でしたけど、はい、まるであのね、足の支えて土台の部分に目があるかのように、そうですね、ギリギリのところでした。いいですね、機敏な橋ですね。
ちょっと逃げる橋続かなって橋渡ってる途中に逃げる橋っていうのも重要ですね、これからね、雨の被害多いから。そうです ね、そういう作り方もあるかもしれないね、これから先。すごい橋ですね、できたらね。まあそうですけどね、本当大雨被害各地で、今度は秋田だったり、ね、新潟だったり、はい、ね、あとあの、石川県の方でも、はい、ね、金沢とかが随分かなり多く雨降ってるということなんでね、本当ね、全国各地どこで降ってもおかしくないので、お気をつけいただきたいと思います。そして台風もたくさんできてるみたいだから、ね、影響がなきゃいいんですけれども、これからね、皆さんどうぞ本当、ね、気象状況、最新の情報を得るようにお気をつけいただきたいと思います。肩の白鳥足、白星スタート、篠野の足は黒星のスタートです。中島宮城に輝き、東方中島宮城、東前頭14枚目、静岡県出身アンビックベア、西方輝き、西前頭13枚目、石川県出身石川ベア。さあ石川県の力士出てきました、輝きです。石川県と、まあ、静岡県ですけど、宮城という名前も入っています、東北の名前も入っています。その対戦です。先場所が、中島宮城が3勝でした。輝きが十両から上がったんでしたっけ。先場所十両で3勝を挙げて、返り入幕を果たしています輝きです。距離を取りたい輝き、中島宮城は豪快な投げもありますが今日はどうか。制限時間いっぱいです。よしやっていきゃ、のどめつかりました、静かな立ち合い、のど若後ろを取った、送り出し輝きの勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して輝きの勝ち。最後は後ろに入りました。ちょっと中島宮城嫌がっちゃいましたね。途中ちょっと投げのような形で打ちに行ったのは輝きでした。白星スタート輝き、敗れて中島宮城、黒星のスタートです。足別丹九郎に備前おさふね、東方足別丹九郎、東前頭13枚目、足別市出身足別部屋、西方備前おさふね、西前頭12枚目、岡山県出身岡山部屋。今場所も館内の観客席、ひよこの皆さんの数というのは、フレッシュの生の配信の視聴者数に応じて増えてまいります。2階席もあるんですけれどもね、この今の画面では見えませんけれども、2階席までしっかり埋まればというところになりますが、先週の本場所進出者決定トーナメントでは満席になって、そうですね、満員御礼となって、しかも、フレッシュさん の企画バラエティ部門の5位にランクインいたしました。ありがとうございます。最近上位に入ることも多くなりました、ね、皆様のおかげでございます。土俵上は足別タングロー、左側右が備前大佐船、両者押し相撲、制限時間いっぱい、よしやっていきゃ、ぶつかりました、距離を離れて突き倒し、備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して備前長船の勝ち。自ら下がりました、タングロー。そうですね、もうちょっと前出たいですね。ただ、大相撲でも今ね、はい、前に出るだけじゃないっていう力士が出てきましたね、はい、裏関。いやー、あれはだから後ずさりするっていう紙相撲だけかと思ってましたよだからまだ四十八手で出てない技があるじゃないですか。ああ、だからそれを出すのが裏関じゃないかっていうね、うん、期待もかかりますよ。ね、でもね、でもなんかやっぱり相撲以外にもね、いろんなことをやってて、こうバランス感覚が養われてるらしいですからね。そうだ、大相撲は82手。八十八。あれですね。ちょっと間違い方がちょっとね、間違い方がそうですね
間違えたりちょっと問題が最近夏ですからね、やっぱいろんなことがあるわけですよそうそうね、確か82だったかなって確かですけど、私もちょっと今うろ覚えで言ってますけどね、もう違ったら教えてくださいただあの呼び方としてはあの、はい、あるんですよ ね、48の裏表とかそういうね、呼び方があるのは事実です、はい、その点は間違ってないです備前長船白星スタート、足別丹九郎が黒星スタートです。初南桃の海に湘南トカゲ東方初南桃の海東前頭12枚目札幌出身ハッサムベア、西方湘南トカゲ西前頭11枚目神奈川県出身神奈川ベア、ワードビジュンワードビジュン、大丈夫かな、この今配信見てるお子様あのすぐお母さんとかにそのまま聞かないようにしてあげて、なんで最近ねあのそのハンカチのプレゼントしたんですよそんなのあんのそんなの売ってんだそのハンカチをね誕生日プレゼントとしてあげたんですよね、ちょっとちょっとシャレみたいな、シャレみたいな感じで、うん、絶対自分じゃ買わないだろうっていうやつをね、そうだね、うん、まあ、それ間違って言っちゃいますよね僕の身近な方はそっちだったんですよいやいやねいいんですけど、大型ディスカウント店でねありそうありそう、ありそうだな、確かに店で、うん、やっぱシャレグッズとしてね、あるね、うん、そういうのあるね買ってプレゼントしたばっかりだったんでね、自然と出てしまいましたね、だからね、あの本当ね、お子さんはあのそのまま聞かない方がいいんじゃないかなとは思います。そうで、何個決まり手あるか知ってるっていうふうに聞いてほしいですけどそれでお父さんお母さんが間違ったらそれはいいから、そうですね、だけど、うん、あの海坊さんがこう言ってたのとかっていうのだけやめてね良い子は、そうですね、良い子とみんなを真似しちゃダメだよこんな大人になっちゃダメだよだって海坊さんが言ってたもんもうそんな番組見ちゃダメってなっちゃうんでねえ、お子様をと、ね、勘弁してください、それだけはねえ、お子さん見てるからこれ、ね、このぐらいの時間だったらちょうどね、お子様がね、一斉で帰ってきて見る時間帯ですからね、牛乳パックでカメズもやってるからって、うん、ね、本当にそういう子いるんで、そうですね、したらたまたまそのワードだけが飛び込んできてみるにねつけた瞬間にお母さんお母さん通ってたんだけどそうなの詳しくは言わないけど全部言ってみて決まり手全部言ってみてえらいことになっちゃうよね、ちょっとね、そこ気をつけなきゃいけないかなと思います土俵上初南桃の海さあ浴びせられるかこの相手湘南トカゲです。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃいのでぶつかった、いぞりか決まったか、初南桃の海の勝ち、ただいまの決まり手はいぞり、いぞりで初南桃の海の勝ち、ね、あの口元だけが見えますが潰されてはいますねこの体勢みたいな、なんかやられてる方にしか見えないですそうなんです、平然といぞりでした初南桃の海勝って白星スタート、湘南トカゲ黒星のスタートです。名古屋タクト山に夢の藤娘、東方名古屋タクト山東前頭10枚目愛知県出身愛知米屋、西方夢の藤娘東前頭11枚目静岡県出身アンビックベア、この夢の藤娘も初土俵からは随分ね時が経っているわけでありますが、アンビックベア先場所十両優勝しまして、で
重量優勝、そして本場所の、ね、幕内の優勝をすると、症状のデータが送られるんです。親方に送られるんです。で、夢の富士娘の親方、当時アンビックさんに、ね、いらっしゃって、で今あの、ね、あのご結婚なさって、はい、で、もうそのアンビックさんを退職したんですけれども、あれを送ったらデータをね送ったら症状が出てこなくて番付って言ってしまって番付も、ね、送っとったらいいですよ。送った時期もありましたけどね、あの症状を送ったらね、喜んでくださって、で、今神奈川に住んでらっしゃるんですっていうことでね、こういったね力士が長く頑張っていることによって、ね、その方親方それぞれの人生もいろいろね、その間変わったりするんだなって思って。いやでもだってね、我々がその小学校行ったりとかね、いろ、うん、んなとこ行って何年も経ってもその小学生が高校生ぐらいになったりとか、ね、成人したとかっていうぐらいね続いてもう結構経ちますから。だってね、幕内の桜地バッタの親方も作った時小学生で、はい、で今お受験とかでしょ。そうですね。いやー本当ね、そういう成長も、まあ、共に見るわけじゃないですけどもねそうですね、皆さん全員の人生を見てきてるわけではないですないんですけどもだからそういうね報告を、ね、得られるっていうのもなんか我々も嬉しくなっちゃいますよね。逆に親方の皆さんはそうしてね、たまにうちの力士どうなってるかなっていう風に見ていただけるとありがたいなと思いますよね。名古屋拓斗山、左側、右夢の富士娘、こちらは幕の内復帰です。制限時間いっぱい、よしやって、今日ぶつかりました、足技の応酬か、両者足を掛け合います。内掛け拓斗山、内掛け決まりました、名古屋拓斗山の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで名古屋拓斗山の勝ち。いやでも足の掛け合いが激しかったですね今ね。ねえ大丈夫ですかね、今日紹介する力士みんな負けてませんそうですね、ピックアップする側が負けるっていう、大丈夫ですかね、そんな気がちょっとするんですけどね。結構ありますね、うん、名古屋拓斗山勝って白星スタート、夢の富士娘黒星のスタートです。駿河吉根室蘭さん海海東方駿河吉西前頭10枚目、静岡県出身アンビックベア、西方室蘭さん海海、西前頭9枚目、室蘭市出身マスクド海海ベア。館内松竹さんからですね、はいはい、そこだったら母竹でいいんじゃないってきましたね。ほう、あーそっかそっか、そこだったら畑で、あーその方が色合い的にいいよってことかな。タイミング的にちょっとどこだったかすいません、分かんないですけど、これ、うん、間違ってたらすいません、こういうことかな。あー確かに色合い的にいいね、うん、ね、館内からもうデザイナー的なコメントお届けになってきました。全体的な色合いを考えたらね、うん、ありがたいです ね、 ですね、確かにそうだね。駿河吉と室蘭さん海海です。押し合いを見たいところですが、制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました、押すのは駿河吉、回しも引いた、寄る駿河吉、寄り切りました、最後浴びせましたがもう遅かった。室蘭さん海海、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って駿河吉の勝ち。あのだいぶ土俵終わってから浴びせましたねもう完全に誰が見てもお前も負けてんだろうっていう感じになったから見せてきましたね。しかもそれも決まってないそれはまた組まれてますね最後ね決まらず何やってもダメ、あれに駿河吉のこれダメ押してもいいますけどね、将来向かってくるんだもん、何やっても勝てなかったっていうね駿河吉白星スタート、室蘭さんの意味黒星のスタートです。桜島ったに組沢熊兄弟東方桜地バッタ、東前頭9枚目、鹿児島県出身鹿児島部屋、西方組沢熊兄弟、西前頭8枚目、静岡県出身アンビック部屋。
桜地バッタとグミサークマ兄弟です。両者実力者です。桜地バッタは三役の経験もしました。前に出たいところ。クマ兄弟は土俵際の粘りもあります。制限時間いっぱい。よしみやって共演のごない疲れました。がっつり組み合って寄るのは桜地バッタ。うっちゃりもあるぞ。寄り倒し桜地バッタの勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し。寄り倒して桜地バッタの勝ち。深く深く入りました。まあでも立ち合いもねお互い押し合いで良かったんですけどね。桜地バッタ勝って白星スタート。グミサークマ兄弟黒星のスタートです。直角のりくらに野田 R2D2 東型直角のりくら東前頭8枚目岐阜県出身岐阜米屋西型野田 R2D2 西前頭7枚目千葉県出身春日部米屋アイゴデアムオープンです。野田 R2D2 が復活してきました。37歳で春日部部屋といえば一人残念ながら先場所の千秋楽で引退となってしまいました。春日ビアンです。39歳での引退。その春日部の交流会で作ってくれた野田 R2D2 その時の交流会にもね、顔を出してくださいました水ピンさん。水ピンさんの力士がこれで全員引退となりました。ちょっと寂しいですね。そうなんですよね。関脇まで上がったカスカビア最後の砦のカスカビアね。ニコードーさんの方で僕らのファミ通チャンネル配信をしています。水ピンさんがね配信してますのでぜひご覧いただきたいと思います。最近は将棋やったり懐かしのゲームやったりあとね新しいゲームやったりさまざまです。すごいね平日も最近配信してますからね。ほぼ毎日やってんじゃないかなと思ってすごいなと思ってウィザードリーとか懐かしいやつもやってたりしましたよ。ロープレイやるんですね。うん、長時間でしょうね。あと最近で言うとあの新しく出たあれスプラトゥーンだったっけ、はいはいはい、とかねやってたりしております。スイッチですか。そうそうそう、はい、うん、そっちもねスイッチやってみたいですよね。ねやってみたいよね。あれだからなんか言ったらタブレットみたいなもんですよね。そうだね、うん、すごいなんか時代も変わってきたなと思ってゲーム機能ね出先でも遊べるそうですよね。ありますからね。すっごいちょっと興味があるんですけど絶対まだやりてないんですけど、うん、僕らのファミ通チャンネルのあの水ピンさんとともにあの水ピンさんが出ててでアシスタント天の声として、まあ、時折あの出演もなさってるけど、ね、桃の内桃もさんは、はい、ティコツーミの前頭3枚目、ティコツーミの親方です、はい、知らぬはまだまだね元気で頑張ってますから、こちらの応援もお願いします。土俵上直角のリクラ足技出るか。野田 R2D2 は前に出たい。制限時間いっぱいです。よしみやって今日はどうだい。ぶつかりました。静かな立ち足を中に入れた直角のリクラ。お店はイゾリになりました。直角のリクラの勝ち。ただいまの決まり手はイゾリ。イゾリで直角のリクラの勝ち。あれですよね、あの巴投げみたいな感じですよね。格好的には格好的にはそうなりますね。いかんせんお腹が先にねついちゃいますしね。ノダルツーいつの場合ね。そうですね、結果うまいこと投げられたっていう感じになるんですね。綺麗にいきましたね。そうですね。直角のリクラ白星スタート。ノダルツーディーツー黒星のスタートです。ジャコジャコに御殿場富士参戦。東方ジャコジャコ東前頭7枚目山口県出身ジャコジャコ部屋西方御殿場富士三世西前頭6枚目静岡県出身アンビック部屋波動杯。
先月の24時間配信の、まあ、一つの話題作となった機動戦艦ジャコジャッコ、ね、宇宙戦艦ジャコジャッコ、はい、いよいよあの YouTube でのアップも近づいてまいりまして直前まで来ましたよ、ついに YouTube のアップも徐々にやってきましたけど、そうですね、牛乳パックで紙相撲朝まで行きましたからね、もう、ね、もうそれくるですね、いよいよ次はもう今週中にはジャコジャッコがもう YouTube の世界で今度は暴れますよ。あれ単品で大丈夫ですかね。あれを単品でご覧いただきますよ。スケールがでかいってことだけは伝わったかなと思うんですよね。ねえ。いろんな、なんていうか、生ドラマならではのね、出来事もありますね。あんなにあれが通ると思わなかったですね。今最新の YouTube でアップした24時間の中ではウミッキーさん出てますし、 あと朝のポエムの、うん、マスクドさんも出てますからね、うん、そちらもなかなかもう早い段階でご覧いただいてます、たくさんの方ありがとうございます。さあジャコジャッコ、相撲でもいいところ見せてほしいところです。相手は御殿場氏三世です。富士山対宇宙戦艦の対戦です。制限時間いっぱい。よし、やっていい。ぶつかりました。ノーダイ切り返したいか。御殿場氏三世の勝ち。戸田山の決まり手は突き倒し、突き倒して御殿場氏三世の勝ち。これ多分充電が切れちゃったんでしょうね。倒れる方びっくりしましたね。またあんと何があったんですか。きちんと充電してなかったんだと思いますね。こんなにもろく、そうですね、倒れしまうと充電はしといた方がいいと思うんですよね。黒星のスタート、ジャコジャコ、御殿場氏三世、白星スタートです。魚雷イルカ池に一式込み、東方魚雷イルカ池、東前頭六枚目、愛知県出身、愛知米屋、西方一式込み、西前頭五枚目、静岡県出身、アンビックベーヤ。幕の内前半最後の一番です。足技がある魚雷イルカ池、一式込みは前に出たいところ。幕の内前半最後の一番、制限時間いっぱいです。よし、やって、きょうノーダイ、ぶつかりました。あと横を向いてしまって一式込み、さあどうするか、足を掛け合うか、これも引いていった、くるくる回る一式込み、後ろもたれの体勢に入って後ろもたれ一式込みの勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで一式込みの勝ち。だいぶ意識込みが傾いてるんですよ。そうですね、それでこうぐるぐる回るようになっちゃったんですね。ねえ、力士もだんだんね、作り込む力士になればなるほど、そうですね、ね、時が経てば、はい、いろんな傾きが発生したり様々なんですけどね。そうですね、まあこれはこれで味のある相撲になったからよかったですけどね。そうですね、今日は白星の発信となって、まあ以降を奏したということにはなりました。魚雷イルカ池、敗れて黒星のスタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成29年7月8月場所の初日の中継です。横綱が出てきます。東方より横綱湘南の風土俵入りであります。横綱湘南の風、露払い湘南トカゲ、立ち持ち中島宮城、行事は海坊主であります。では館内で皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなの、夏は私の季節です、タオルをどうぞ。一人横綱となって3場所目、湘南の風、そろそろ優勝が欲しいところでありますが、このところなかなか優勝戦線絡んでも最後まで持たないという状況が続いています。先場所も6勝でした。まあ、終わってみれば6勝という、なかなか
苦しんでいるなという湘南乃風このところです。ただまあ一人横綱のこれもプレッシャーなのかなという感じも、そうですね、ね、否めないところであります。さあ中入りのコーナー、今日は番付紹介でございます。聞こえますね、あの木田商店ハッピールームのすぐそばであのあの工事が行われていると。若干揺れるんですよね気づきました若干揺れるんですよ僕さっきね地震かなって思ってあのよーく見たらね立ってる時力士も若干震えてるんですよですよね、あのしょうがないですよ、掘ってましたからそうですね、こればかりはしょうがないですもんね、こればかりはちょっとね、あのやめろとは言えないですからね、なんだったらもうあのどんどん揺らしていただいてもあの叩かずしてはっきり言うのもっとあってどうせならそこぐらいまで行ってほしいですね、ね、うん、まあそういうこともありますよ、そうですね長い間やってると。番付紹介です。一人横綱、湘南乃風、そして大関は6人、チャラツナイジェが昇進できずということで、ですが、今場所6勝で大関昇進ということになりました。で、角番なのが西荻の山ととっかり大将2人です。ちょっと西荻の山振るわなかったですからね、今度2人ともね、とっかり大将にだって一勝ですからね、先場所厳しかったですね。今場所は正念場となります。新三役香川照之です。最近小兵も超えて上がってきましたね。そうですね。そして帰り三役は清水ロケット、先場所全勝優勝がありました。この位置でどういう相撲を見せるか楽しみですね。そうですね。平幕です。まあこの上位、平幕の上位になれば横綱大関戦が組まれるということになりますけど、楽しみな力士どうでしょう。まあやっぱりね、クラーク羊ヶ丘ですとか、まあ、この辺とかにはすごい可能性を感じるので、まあまあグイグイと押していってほしいですよね。初日から大関戦が組まれています。福島富士桜戦が組まれました。スルスルっとこう地味に上位にいる札幌川の海、そうですね、ここはもうそろそろね、もう上位陣として、まあ、活躍する日が来てもおかしくないんじゃないかなっていう気がしますけどね。三役を狙うという位置までいよいよ、まあ、本格的にやってきましたからね。そうですね。集団、まあ、おなじみの力士が多いなという感じのこの辺り。そして下位、まあちょっと久しぶりという力士も入ってきましたね。懐かしいこの組み合わせだなみたいなのもちょろちょろと見えますよ ね。ベテラン勢も随分そういう意味ではね、この辺りには多いなという印象です。その中で先ほどねちらっと見ました東くんがね、今場所備前焼きが今この後出ますけど十両に落ちてますので、41歳最年長の幕内力士は東くんとなっています。まあ、41歳まだまだ頑張ってほしいですね。そうですね。十両です。十両はご覧のようになっていまして、まあ備前焼きが十両となりました。先場所引退危機もありましたからね。こちらもベテランと若手が入り混じるという状況です。このところはまあ新入幕がいないということもあってか、ベテラン勢の頑張りと加えて若手とのまあ世代闘争の最中なのかなという感じが随分見受けられますね。味のある相撲だったりフレッシュな、ね、取り口だったりっていうところがまあ面白いですよね、見てね。そしてもう毎場所優勝争いが我々の読めないところに行っていまして、そうですね、先場所も まさかといったら失礼ですけど清水ロケット、もうまさかですよね。中のダークホースですよね。大穴ですよ。親方喜んでましたよ。喜んでました。田中さんに久しぶりに僕連絡しましたよ。はい、前の番付編成員元気にやってますかね。元気にやってらっしゃるそうでね。良かったです。何よりですけれども。
そう、予想は全くしてなかったでしょうね。しかも全勝でっていうふうに言ってました、いやだから田中さんやってた時代はね、うん、全勝自体は難しかったですから。そうですね、まあ、今でこそこうやって全勝してますけれども、うん、その頃の世代の力士ですから ねやっぱ全勝っていうと信じられないぐらいの大喜びですよね。さあ今場所は誰が優勝するのか、本当に誰でもが優勝ができる今、ね、状況になってきたんじゃないかなという牛乳パックで紙相撲会です。ご覧いただいているのは横綱大関の昇進ルールです。綱取りが後楽園とノルベサノリアです。優勝すれば、あるいは準優勝でも場合によっては綱取りがあるかというところです。まあ、両者優勝の経験があるので、後楽園もノルベサノリアもこれさあ横綱へというチャンスが出てきました。大関の昇進はチャラツマイジがチャンスがあります。6勝で大関です。清水ロケットは先場所全勝優勝しましたけど三役に上がりましたが、先場所の番付が前頭は7枚目での優勝なので、今場所もう一場所様子を見てからということになるそうです。この後では、少しインターバルをいただいて、インターバルをいただいて幕内後半戦といきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
はい、お待たせいたしました。後半戦始めます。北海道発牛乳パックで紙相撲、平成29年7月8月場所、これより初日幕内後半の取り組みであります。東君に陽沢スクリーム。東前頭5枚目、札幌出身東君部屋、西方陽沢スクリーム、西前頭4枚目、静岡県出身アンビック部屋。これより幕内後半の取り組みであります。引き続き実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。幕内後半戦です。いきなり登場、大ベテランレジェンド東くんです。テロップは先場所の結果が出ています。これですね、ちょっと引いてみたら、ウィンボーズさんがああいう柄の服を着てるみたいになってますね。そうですね。ちょっと網やみなのかなみたいな。そういう感じですね。決して網やみのメッシュの服を着てるわけじゃないですけどね。みたいにも見えますね。夏ですからね、メッシュ着ててもおかしくないんですけどね。うん、いや僕メッシュではないですね。ノーメッシュです。超ベテランの東くん登場です。後楽園への質問をしてくれているみたいですね。松竹さん、引退とか考えましたか？まあ考えてはいませんでした。現役を続けていったら横綱になっちゃうって思います。なっちゃうと思いますね。どうですかね。久しぶりの綱取り場所を迎えています後楽園。何年ぶりですかね。だいぶ長いことずっと大関ですからね。随分久しぶりの、一度は陥落しますからね、はい、久しぶりの綱取りということになります。もう2年3年とかじゃ済まないかもしれません。そうですね、年季入ってますからね。後ほど調べておきたいと思います。土俵上は東くん、こちらもいろんな時代を知っています。41歳。相手は陽沢スクリームです。制限時間いっぱい。よし、やって今日のこれぶつかりました。のこれ物言いそうです。ちょっと東くんもう一回ちょっとそうですね。ですかね。ちょっと東くんの劣化が激しくなっておりまして、仕切り直しです。
はい、お待たせいたしました。いつも場所前でね、力士のチェックをしているんですけれども、ちょっと東くんの今劣化が足元がかなり激しいことになっております。ちょっとあれですね、初日と2日目の間でもちょっともう一回調整しましょうかね。ちょっと東くんの右足がかなり今寝てる状況になっています。まあ無理もないんですけどももう早い段階から結構ずっとそうでしたから ねえ、よく持ってる方ですよ。場所によってあまりにひどい時は、これヨーサースクリームもそうなんですけどね、実は ね、あの調整をちょっとかけてますが、今場所なかなかちょっとそれを私もできませんでしたので、今確認をしたところです。改めて仕切り直しです。制限時間いっぱい、よしやって今日のことぶつかりました。今度は押し合いになったぞ。足をかけていく、外掛けを打ってヨーサースクリームだが打っちゃうな。東くん土俵際どうだ。ナイスボールになっている。タワラに足が両者かかって、どうだ、残している、両者残っている、どっちが出るか、残している、アズボンになる、どうか寄り切った。ヨーサースクリーム軍配、物いい、物いいです。勝負審判元横綱タック、でも大丈夫だと思います。今のは立ちの差で東君先に出たかなって感じなんですけどね。多分今のは私の方から、あの下の方も見てましたけど、強さの方が先だったようには見えました。この角度は見えないです。この角度じゃ見えないですけど、でも東くんの方が先についてたと思います。いいでしょう。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配はヨーサースクリームに上がりましたが、胴体ではないかと物言いがつきましたが、東くんの足が先についており、軍配通りヨーサースクリームの勝ちであります。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってヨーサースクリームの勝ち。最後はもう良いショットって感じで2人とも足がついたんですが、です、ね、あ、まあだいぶどちらも粘ったんですけどね、いい相撲でしたね、はい、もう体がボロボロの両者とは思えないような素晴らしい相撲でした。勝ったのはヨーサースクリーム、今リプレイ流しています。ヨーサースクリームが勝って白星スタート、東君は黒星のスタートとなっていますが、ただこのねえ、もう満身創痍の状況でよくやってますね。そうですね、元大関でもあります東君。最後土俵際ギリギリのところではありましたが、ちょっとヨーサースクリームの右足の出るところが、まあ、遠かったことと関係しているかもしれませんね、はい、東君はすぐ下につきました。勝ったのはヨーサースクリームです。片や一式はじめ、一式はじめ、東方一式はじめ、東前頭4枚目、静岡県出身アンビックベア、また銀屏部、銀屏部、西方関脇銀屏部、室蘭市出身室蘭ベア。表情今度は関脇銀屏部登場、早くも三役の力士が登場です。銀屏部も先場所ね、大関のチャンスを逃してもう一度一からということになります。相手は一式はじめです。両者前に出たいというところか。制限時間いっぱい、ぶつかりました。立ちは激しく当たって体を入れ替えにくかい、引き始め、引いていく、引いていく、首投げ、そして前に出ました銀屏部の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して銀屏部の勝ち。決まり手は押し出しです。
今の一番ですが、翼で強引に力技いきましたね。終始攻めていたのは銀屏風、最後は首投げに行こうかという体勢もありました。やはりこの辺りキャリアの差というか格の違いを見せているというそういう相撲でしょうかね。銀屏風が白星発進です。錦はじめが初日敗れています。ガタヤチャラツナイジェイチャラツナイジェイ、東方関脇チャラツナイジェイ、室蘭出身室蘭部屋、また高畑不動明式神残機に、高畑不動明式神残機に、西方高畑不動明式神残機に、西前頭三枚目、東京都出身ほぼピン部屋、レッツチャンプ。さあ大関挑戦が続いているチャラツナイジェ、今場所こそというところであります。相手は残機にです。こちらはベテラン、先場所もでも相撲の内容は悪くなかったですよね。そうですね、後半ちょっと疲れが出たかなというところもありましたが、さあ今場所も6勝を挙げれば大関です。チャラツナイジェ先々場所の優勝力士、初日はどうか。制限時間いっぱい、よしやって、今日は長い、ぶつかりました、いやいや変化したか、後ろを取った後ろを取った、送り倒し、チャラツナイジェイの勝ち。最後は画面上見えませんでした。ただいまの決まり手は送り倒し、送り倒してチャラツナイジェイの勝ち。今の一番です。なんか強引に行かなくなりましたね。そうですね、ちゃんと相手の後ろ取ってっていう、まあこれだけ機敏な動きができるようになったっていうところもあると思うんですけれども、だいぶなんか相撲に余裕も見えてきました ね、 ね、動きが余裕持って動いてましたね。チャラツナイジェ白星スタート、残機には黒星のスタートです。ガテヤティコツーミ、ティコツーミ、ティコツーミ、東ガテヤティコツーミ、東前頭3枚目、千歳出身ほぼピンベーヤ、またとっかり大将、とっかり大将、西ガテヤ大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭ベーヤ、早くも大関登場です。そして大型な対決です。そうですね、大関とっかり大将はカド番、先場所はわずか1勝1勝8敗、まあショックでしたでしょうけど、なんとか気を取り直してほしいですね今場所。まあ、この頭のボールのバランスっていうところをね、どう向き合っていくかですよね。こういう状態でどう相撲を取っていくかっていうところを注目してみたいですね。前回のカド番の時は6勝を挙げてカド番脱出しました。ちょっとムラが出てきているというとっかり大将です。相手はティコツーミ、こちらは先場所6勝を挙げています。お試合になりそう。制限時間いっぱい、よしやって、今日はぶつかりました、中に入った大関、とっかり大将が寄っていく、寄っていく、寄り切りました、とっかり大将の勝ち。初日白星、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってとっかり大将の勝ち。今日はしっかり中に入りました。ではまだまだ負けないぞっていうところ、まあ、そしてティコツーミの首に尻尾が巻きついてましたね。そうでしたねそうですね、首締めのようなそういう技もあるんですね。首締めのような状況になりましたね。決まってましたね、あれはタップしそうな、そうですね、ティコツーミとしては早く逃げたかったでしょうね振りほどけませんでした。黒星スタート、ティコツーミ、勝ったのはとっかり大将、白星のスタートです。片や西荻の山、西荻の山、東方大関西荻の山、東京都出身ユーストトゥデイベーヤ、また富士の飛び、富士の飛び、西方富士の飛び、西前頭2枚目、愛知県出身愛知ベーヤ、西荻の山もカド番です。
6人いる大関、2人がカド番です。負け越すと来場所は関脇ということになってしまいます。番付を落としてしまいます。西荻の山もちょっと先場所は初日からの4連敗がありましたので、大関になってから苦しんでますね。そうですね、やっぱりまあ前に出るだけではね、やっぱ勝つのは難しいっていうところになってきてますので、まあ、違う相撲っていうのを見たいですよね。大関2場所で5勝4勝となっています。大事な初日、制限時間いっぱい、よしやって、ぶつかりました。押し合いになるぞ、どうだ、引きつけて藤の飛びに軍配です。物言い、物言いです。タックル審判元横綱タックル、左側ですもんね。でも左足ですもんね。そうですね、右足、右足、右足です。右足か、はい、じゃあこっちで見えますね。右足結構すぐに出てるんですよね。で出てから、あ、出てから尻尾ですかね、はい、これだと、はい、うん、出てますね、はい、ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は藤の飛びに上がりましたが、胴体ではないかと物言いがつきましたが、西荻の山の右足が先に出ており、その後に藤の飛びの尻尾がついていますので、軍配通り藤の飛びの勝ちといたします。ただいまの西荻の山の中に入らないでください。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って藤の飛びの勝ち。黒星スタート。いやー、まあ、ちょっと前にすら出れてなかったですね、今日はね。まあ、確かに藤の飛びの押しの力も強いので、まあ、気持ちは分からないでもないですけどね。ちょっと厳しいですね。カド番、西荻の山の方は黒星のスタートとなっています。藤の飛びは白星スタートです。インタビュールーム呼びますか。あ、そうですね。藤の飛びさん。最近なんか結構藤の飛び出ますね。そうですね、やっぱり上位にしっかり勝ってくれますから ね、 ね、この力士。片屋札幌川の海、札幌川の海、東方札幌川の海、東前頭2枚目、札幌市出身、おにぎり温めますか部屋、また江戸緑、エロミロリ、西方大関江戸緑、東京都出身、ほぼピン部屋。先場所大関復帰を果たした江戸緑は6勝を挙げました。さすがというところを見せてくれました。相手は川の海です。放送席、放送席、インタビュールームです。大関に勝ちました藤の飛び関です。おめでとうございます。初日いきなり大関戦、そういう中で押し切りましたね。いや、まあ自分は押し切るだけだと思ってますね。押し切り萌えちゃん大好きです。どうですか、あの尻尾がついた時はどんなお気持ちでした？ついた勝ったと思いました。もう足出てるのは分かったんでね。あ、まあ、そうですか。もう尻尾ついてもいいかなっていう。押し切り萌えちゃん大好きです。どういったところが好きなんですか？可愛いところですね。何かね、雑誌を買ったりとかDVD を買ったりとか。まあそうですね。よく押し切り萌えちゃんグッズは買ってますからね。グッズ、どんなグッズを？まあここじゃちょっと恥ずかしくて言えないですけど。いや、そんな変なグッズ出てないですよ。大丈夫だと思いますよ。恥ずかしいんですよ。え？こういう話題をするのが照れるんですよね。自分で今言いましたよね。自ら大好きですって言いましたよね。グッズを買ってるっていうところは萌えちゃんにアピールしたいんですけど、はい、じゃどういうグッズ買ったかっていうとちょっと恥ずかしくて言えないんですけどね。どうしたんですか。何も起きてませんけど、今何も起きてませんけど。今一生懸命投げ、なんかね、物投げようとしてる。あ、今ようやく見えました。そして、ね、特に何も起きてないと思うんですけどね。そして、じゃあぜひ萌ちゃんにメッセージ。はい、自分は横綱目指して頑張ってるんで、これからも
頑張ってください放送席どうぞ。なんですかね、なっちゃったんですかね、自分で言ってたんですけどね、自分で言ったんですけどね、自分からアピールしてた割にはね、恥ずかしい。あと何が投げられたのかがわからないしどうして投げられたのかもわからないんですけどね、まあ、卵がなんか投げつけられそうな感じでしたね卵だったんだ。そうですね、卵をこうヤジとしてこう投げられてたんですけど、カメラには全く何個か投げたら一つぐらいは映ってもいいと思うんですけどね全然あの届かない届かないっつって思いっきり軽点越えしていったのもあるわけですコントロールが下手なんですねきっと投げた矢印の人はね。土俵上は川の海です。こちらも三役を目指しての相撲ベテラン大関江戸みどり、初日はどうか。制限時間いっぱい、よしやっていい、今日は野口ぶつかりました。寄り倒しは内掛けでした。札幌川の海の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで札幌川の海の勝ち。今の一番です。いやー、江戸みどり初日黒星、こんな意図も簡単に倒されると江戸みどりも思ってなかったでしょうね。川の海はいきなりこれはインパクト残しましたね。川の海勝って初日白星、江戸みどり敗れて黒星ですけど、あまりにあっけない相撲になりました。びっくりしました。あんな勝ち方すると思わなかったですね。まあそれだけ力つけたんでしょうね。そうですね。川の海、札幌川の海白星スタートとなっています。片や福島富士桜、福島富士桜、東方大関福島富士桜、静岡県出身アンビックベア、またクラーク羊が丘、クラーク羊が丘、西方クラーク羊が丘、東前頭筆頭、札幌出身札幌ベア。先場所は千秋楽で勝ち越しを決めてカド番脱出をした福島富士桜、この大関の位置にとどまったというのは非常に非常に本人にとって大きなことだったでしょう。初日いきなりクラーク羊が丘との対戦です。放送席、放送席、札幌川の海関です。おめでとうございます。よし、あ、すぐそばにおにぎりがありますね。あ、やっぱ自分ね出てるんでね、おにぎりやっぱりちょっとアピールしなきゃいけないかなと思ってね。今日の相撲ですけれども、立ち合いすぐに打ち分け作戦として狙ってました。いや、びっくりしましたね。自分ちょっともうちょっと前出るだけしか意識してなかったんで、もしかしたら自分のこの押しの力っていうのがすごい成長してるかもしれないですね。今場所は東の2枚目です。まあ先場所に続いてですけれども、さらに三役に近い位置ですが、いや自分2枚目って言われたの初めてですね先場所3枚目でしたもんね2枚目って言われたの初めてですね先場所確かそういう話してましたよねなんか自分嬉しいですね2枚目になってみてどうですか。シャキーンって感じですね。どうでしょう小結び、これに関しては。いや、自分ずっともう2枚目でいいっすけどねやっぱりそうですか。ずっと2枚目って呼んでもらいたいですね。生まれて初めてですか。生まれて初めてですね、やっぱりこういう公の場でね。心地いいですか。心地いいです ね、 ね、今場所2枚目と言われ続けますが、はい、どんな相撲を見せていきたいですか。まあやっぱりそのずっと2枚目と言われ続けるには、はい、勝ちすぎてもダメですし負けすぎてもダメだと思うんで、はい、ちょっと難しいところですけども、2枚目狙っていきますか。となれば4勝5敗もしくは5勝4敗。そうですねなかなか難しいと思います。難しいですけどね。4勝4敗1分けとか。そうです、後から明日からの4勝4敗目指してね頑張っていきます。1分けとか。そうですね、そこを目指すしかないですね。分ける、分けていいんですね。放送席どうぞ何に興味示したんですかすごい分けるってことに今そうですね、目の色変わりましたね変わりましたね。なんか新しい発見だったでしょうね分けるということに、分けるということに何か反応しましたね初めて聞いたんでしょうね意識分けを、意識分けを初めて聞いた。そんなのあるのかみたいな。そうそう、分けるんです難しいと思いますけどね、なかなか分けることは。なかなかないですね
島富士桜登場です。クラーク羊ヶ丘との対戦、制限時間いっぱい、よしみやって、今日のぐらいぶつかりました、前に出るのはクラークだ、がっちり組み合っている、止められない、夜のクラーク、ウッチャルはどうか、決まっています、寄り切りです、クラーク羊ヶ丘の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってクラーク羊ヶ丘の勝ち。初日から波乱です。ことごとく負けていきますけど、危ないですねこれ。波乱が続いています。まあ大相撲と同じような展開になってきています。危ないですね。クラークが立ち合いから一気に出ましたね。まあいい相撲ですね、確かにね。富士桜別にここから打っちゃることもできる力士ではあるんですけどね、ちょっと遅れちゃいましたよね。立ち遅れ感もあったんでしょうかね。多分あったと思いますね。クラーク羊ヶ丘が白星スタートです。敗れた福島富士桜黒星、早くも三大関が黒星というスタートになっている波乱の初日です。片やドスコイ静岡、ドスコイ静岡、東方ドスコイ静岡、西前頭筆頭、静岡県出身アンビックベア、ノルベサノリア、ノルベサノリア、西方大関ノルベサノリア、札幌出身札幌ベア。放送席、放送席、大忙しのインタビュールーム、クラーク羊ヶ丘関です。おめでとうございます。にゃー、一気に押し込みましたね。押したにゃー。そんな男らしかったでしたっけ。女の子じゃなかったでしたっけ。今場所からはちょっと強くならなきゃいけないと思ったにゃー。確かに強い相撲でしたね。押すにゃー。コパンチ、なんて言ったんですか今。デコパンチ、ネコパンチにゃー。大丈夫ですか。やっぱり慣れないキャラはするもんじゃないにゃ。やばそうですよね。やばそうですよね。すごい勢いがありすぎたなと思って。勢いは全くありましたよ。大丈夫ですか。猫パンチにゃ。ただ今場所はその気合いでいくと、そうにゃ、頑張るにゃ。大関戦が続きますからね。猫パンチにゃ。2日目以降も待ちてます。お座席どうぞ。だいぶ無理してるんでしょうね。女の子ですからね、一応ね。それぐらいやっぱり気合を入れていかなきゃってことなんでしょうね。さあ今場所からこのように数値化しています。まあノルベサノリアでいうと押し85、引き20、足技80、キャラ90という数値化されています。まあ、こうやって見ると、ああ押しが強い力士なんだな、あるいは足技もあるんだなみたいな、 そんな印象で見てもらえるかもしれません。キャラはいろんな意味が含まれてると思います。ただに絵が可愛いとかもあれば、ね、今のもそうですけど、キャラが立ってるとかっていう意味も含まれてくるかもしれません。となればね、ジャコジャコあたりはいくつなんだろうっていう気がしますけど。すごいですね、きっとね。番組持ってるぐらいですよね。そうですね。どすこい静岡はどうかというとこうなっています。押し60、引き70、投げが、これは投げです、投げ60、キャラが70となっています。力士によって投げ技得意だったり足技得意だったりがあるんで、このようにここの技の部分は微妙に変わるということになります。まあこういう数値自体でね、ああこれはこういう力士なんだなっていうふうにイメージをつけてもらえればと思っています。まあトレーディングカード的に考えてもらえればいいかなと思うんですけど、どうですかね、こういうのは。いや、いいと思いますね。どすこい静岡的にはきっと自分もっとキャラ上だろうなと思ってるんでしょうけど、こんなもんですよね。多分彼なりにはもっと上だって思ってるんでしょうけど、いや、そうなんです、こんなもんなんですよ。90ぐらいあってもおかしくないんですけど、まず見た目が、こんなもんですよ。もう大体こんなもんなんです。ただ本人は多分すごいあると思ってるんでしょうね。そうなんですよ、惜しいんですよ、だから。だから多分こんなもんですね。だからもうちょっと殻を破れれば上なんでしょう、ね、多分最近上がったんだと思いますよ、これ。最近急上昇ですか。最近まで50以下だったと思うんですよ。今までキャラなんて全然なかったですからね、うん、それが70まで来たんだと思うんですよ、これ。そうですね、だから場所によってこれ多分変わりますから、この数値上がってくるかもしれないですね。ね、キャラが急に上がったのはこの力士みたいな、そうですね、あるかもしれませんから、
そういう目安としても見てもらえればいいかなと思っています。さあ、あで今のトレーディングカード形式、まあ、デジタルカードというんですけど、デジタルカードはこのサポーターズに、まあ、入会していただけますと、サポーターズに入っていただけますと月1でカードが届きます。今回はなんと横綱大関陣全部届きます、ので、ぜひ今月いっぱい、7月中に入っていただけると一気に届きますので、そうですね、スターターセットみたいな感じで、ぜひお待ちしています。詳しくはこれで検索してみてください。さあ、ドスコイ静岡の初日はどうか。大関陣がもう3人敗れています。綱取りのノルベサノリア、絶対にもうね、初日から落とすわけにいかないという日々が続きます。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました。中に入った、ドスコイ静岡が静岡に踏み投げ、ドスコイ静岡の勝ち。ただいまの決まり手はうっちゃり、うっちゃって、どすこい静岡の勝ち。決まり手はうっちゃり。座布団をゆっくりとだいぶ時間経ってから落とさないでください。座布団ばっかりなのにやっと出した。思い出したように出さないでください。今の一番です。いや、でもうまいなしですよね、これは。そうですね、くるっと回りましたね。このノルベサノリをこんだけうまくいなすっていうのは、立ち合い前に出ませんでした。出なかったですね。それが良かったんでしょうかね。柔らかい対応でしたね。そうですね、待って立ったという感じでした。そうですね。いやー、ノルベサノリア初日黒星ちょっと信じられないですね。綱取りなんですが、黒星さと、これはいきなり苦しい状況に立たされたノルベサノリアです。ドスコイ静岡が、まあ、今場所は平幕ですからね、意地もあるんでしょう。白星スタートとなっています。片や後楽園、後楽園東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、また香川照之、香川照之、西方小結香川照之、石川県出身石川部屋、後楽園一連幕特集、後楽園一連幕特集。放送席、放送席、またまたインタビュールームです。ドスコイ静岡関です。おめでとうございます。そうっす。立ち合い少し待って立ったんですか。いや、そうですね、昨日寝れて、まあ、今日朝起きましたけど、夢で見たんですよね。夢で、夢で見たんですね。昨日寝て今日朝起きたらね。あ、そうなんですか。夢見まして。どんな、なんかあの押し切り萌えちゃんが、はい、こう押してくるんですよね。え、どすこい静岡月も、萌えちゃんを、萌えちゃんが押してくるんですよ。私はちょっとなんか引かなきゃいけないかなと思ってね、はい、引いてみたんですよ、うん。そしたらそこで目が覚めましてですね、はい、あ、今日の相撲これ使えるんじゃないか、ノルベサノリア押し切り萌えちゃん、ノルベサノリア押し切り萌えちゃん、押し切りノリア、押し切りノリア、あ、受けるかなみたいな。最後は押し切りノリアになってましたけど。そうですね、押し切ってくるんだろうな、押し切りノリア。それはどなたですか。わかんないですけど、押し切りノリアだったら押し切ってくるかなと思った。押し切りオリアって今また変わりましたけど、だとしたらこう押してくるかなと思ったんで、うん、ちょっと引いたらいいかな、押し切り森屋な。押し切り森屋、ノルベさん森屋ちゃん、ノルベさん森屋ちゃん。だん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 名前があの力強くなってきましたけど、森屋って誰ですか。だんだんあのプロレスラーみたいになってきましたけど。ちょっと悪役の、どうですかね、森江ちゃんってやつ。あの、
2日目以降もまたいろんな夢見てください。そう、頑張りましょう。ご存知どうぞ。ところで、なぜ今おいしきりもえちゃんなんですか？これね、ちょっと気になったんですよ。いや、ね、申し訳ないけど僕もね、今かって思うんですけどね。なぜ急に上相撲界で特に別に今もえちゃんなんですか？今別に特になんか出てるってことはないと思うんですけどね、うん、なぜ今なんで皆さんもえちゃんなんでしょうね、今ね。ね、うん、すごい活躍してる時一回も出さなかったくせしね。そうですね。なんで今タイミングなんですかね。急に来たんでしょうね。何かの表紙で、何かの表紙で歴史のアイドルみたいな感じになってるかもしれないですね。ねえ、うん、ねえ、大相撲でもね、やっぱりいますから、そういう、ね、大相撲好きのアイドルとかね、モデルさんとかいっぱいいますからね、はい、そんな感じも出てこないんだけどね。そうですね。どういうことなのな、アイドルとか思いますけどね。そうですね、うん、さあ、後楽園です。後楽園の数字はこのようになっています。ね、キャラはきっと後楽園遊園地で僕と握手から来てるのかもしれませんね。そうですね、うん、この声も届いてるんでね、はい、さあ、香川照之はどうなのかとなると、こうです。新三役、こちらは足技があります。足技70という数値出ています。キャラの70はどう見たらいいか。ねえ、ちょっと上がってきてるんだと思うんですけど、上がってきてるんでしょうね、多分、はい、ね、今期の香川照之さんは何なんでしょうね。何ですかね。あ、そう、2日目新三役の香川照之さんが、はい、2日目 のパンケーキちゃんの部屋に登場予定です。あ、そうなんですね。いろいろ話聞けるじゃないですか、今期の。そうですね。まあ、話聞くのか分かりませんけどね、あの人がね。きちんと聞くかどうか分かんないですけどね。さあ、土俵上、結び前、こちらも綱取り後楽園、初日は新小結び香川照之です。制限時間いっぱい、よしやって、今日はノーダイぶつかりました。ノーダイ押し込む、おっと、横を取ったか。ノーダイ、ノーダイ、後楽園が前に出る。打っちゃるかどうか、土俵際もつれている、どうだ。後楽園に軍配です。物言い、物言いが出ました。キャッチウィン、勝負審判持ってる打つのタックです。右足最後どうですかね。後楽園出てないんですよ。出てないですか、はい、あ、そうですか、ちょっと確認しますけど出てないんですね、はい、あ、そうですね、出てないですね。出てないんですよ。カバトリキどこ、あの右足がピュピュピュって跳ねて今浮いてはいるんですけど、下についてですか、はい、分かりました。ただいまの競技についてご説明します。行事軍配は後楽園に上がりましたが、後楽園の足も出ているのではないかと物言いがつきましたが、後楽園の足は出ておらず、軍配通り後楽園の勝ちであります。後楽園、ただいまの決まり手は押し出し、押し出して後楽園の勝ち。今のは触れない方がいいんだろうなって。そうですね。もうなんかタックさんはね、もうそっとしておこうかなって思ってね。多分カードできたとしたら、押し引き投げゼロ、キャラ300みたいな、なんかそういうのになりそうですね。親方カード。親方カード。レジェンドカードとかなんかそんな感じでね、いいかもね、レアカードみたいな扱いでね、今後。後楽園は初日白星スタート、ちょっと危なかったですけど ね、香川照之もうまく攻めたんですが、はい、黒星のスタートとなっています。牛乳パックで上相撲実況中継、初日結びの一番です。東湘南の風、湘南の風、清水ロケット、
清水ロケット、東方横綱湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋、西方小結び清水ロケット、清水町出身清水町部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲全国交流会には、焼きみりも室蘭、未完成一六三工房、大きいタシロン、カッシー。牛乳パックで紙相撲全国交流会には、NPO 法人タックの会、株式会社丸木木田商店、ジャズデイ春日部小堤博士、公平、その他多数の皆様のご支援を頂戴いたしております。現在も募集しています。牛乳パックで紙相撲サポーターズの方でこの懸賞幕載せることができます。詳しくはこちらご覧ください。付録としてというか、こういったねトレーディングカード、デジタルカードがついてきます。さあ、湘南の風の数値はこうなっています。押しが一番強いんですよ、95で、キャラも80となっています。投げ40、意外とたまに最近投げたりするということで、この数値です。じゃあ相手はどうか、清水ロケット、押し70、引き20、投げ10、キャラは80ある先場所の優勝力士です。どうですかこの辺は。まあやっぱりね、まあ、清水ロケット本人も、まあ、あそこまで調子よくいくとは思ってなかったと思うので、うん、まあ、この位置に来てね、まあ、小結びの位置に来てこう優勝狙えるかどうか、この今場所っていうのはやっぱり、ね、その辺を占われる場所じゃないかなと思いますね。そして初日この湘南の風戦ですからね、ここで一発かませたら、お、今場所もかってなると思います。一気に風が来ると思いますね。そうですね、うん、そうなったら面白いですけどね。一気になんか次の大関候補みたいになってきましたね。そうですね、結びの一番。ただ何度もこれまで大関となればチャンスは逃してきた清水ロケット、いきなり舞い込んできたチャンスとなるんでしょうか。目立つチャンスです。清水ロケットももういつの間にか33歳。そうなんですよね、ベテランの域です。さあ湘南の風初日はどうか、結びの一番です。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました、押し合いになった、中に入って横が出る、湘南の風の勝ち。ただいまの決まり手は押し出して湘南の風の勝ち。ただ正面からの押し合いでした。そうですね、押し合いになるとこうなっちゃいますけど、まあでも押し合いを選択した心意気は、いやでも良かったですねこれ、正面から、ね、自分の力今どれくらいあるのかっていうところでね、まあ、正面からぶちかましていったのは、まあ、評価できると思いますね。ただこの数値通りにはなってしまったかもしれませんがね、押しの力としては、ね、ただね、ピュンピュン跳ねてましたからねただただ、ね、見せ場はありました。攻め方としては悪くなかったですし、まあ、面白かったなと思いますね。湘南の風が貫禄を見せて白星スタート、清水ラケットは期待されましたが初日黒星のスタートとなっています。牛乳パックで紙相撲実況中継、初日の取り組みを終えています。弓取り式は東くんであります。
バラになったパズルも、めちゃくちゃにされた心も、せーの、よいしょ、肩を横に信じて一つずつ繋ぎ合おう。希望が見からない。さあ、初日を終えました。いきなり、4大関が敗れるという波乱で始まっています。今場所もちょっとなんか波乱の匂いがしますね、これね。そうですね、またこれ優勝争いとなるとわかんないんですよね。ちょっと今場所ってまたその清水ロケットじゃなくて、また違う力士が来るんですかね。我々がマークしてない力士ですか。ちょっと御殿場富士山星とか直角のりくらとか、そういう力士が来てるとも面白いですね。あ、そうですね、小兵もね、最近小兵力士はね、優勝がちょっとないですよね。まあ、先場所清水ロケット大きくはないですけど、小兵とまでいかないですもんね。そうですね。で、2日目この後すぐお送りしてまいります。3日目は亀原石内予定です。この時間になって、かなり、ね、日差しが強くなってしまったり、またね、夕方になってからですけれども、北海道札幌からお送りしました。風がちょっと出てきましたね。皆さんお住まいのところいかがでしょうか。牛乳パックで上相撲実況中継初日お送りしました。人数的に、お、そうですか、ありがとうございます。2日目引き続きよろしくお願いいたします。この後中継がございます。初日お送りしました。実況私山田大輔、そして解説行人叩き役は海坊主でお送りしました。2日目も波乱が止まらないんでしょうか。今後にもこうご期待です。負けそうなことあったら、一人じゃないこと思い出そう。僕たちはつながってる。思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば下が見えるよ。悲しみも勇気になる。絆は広がる、かけがえないもの。性別世代言葉なんて違ってもつながれるよ。大切なのはお互い。